しぶりです。キッシーです。本日も動画を見ていただいてありがとうございます。ということでですね、タイトルとあと、一部ね SNS でももうすでに報告はしていたんですけれども、ちょっとまたね本業の方を転職することになりまして、どういう経緯だったかっていうのをねちょっと簡単にお話ししておこうかなと思います。全然興味ないよって方はねそもそも多分この動画見てないと思うんですけど、まあこれもね人生何あるか分かんないよねっていうお話ですね。はい、まあ何かのね皆さん参考になったらなとは思うし、あと僕のねこれまでの経験というか、感じたことなんかを、ちょっと記録だけしておこうかなといった感じですね。最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで去年ですね、2022年の1月に、それまで12年かな勤めていた会社を退職しまして、で、いわゆる引き抜きというか声をかけていただいた司法書士の事務所にですね、転職をしたんですね。でそこで、1年半ですか、勤めて、で先月、まさかリストラに会いまして、リストラっていいのかな、会社都合で辞めることになったんです。これなんて言ったらいいのかな、一応ね2つのこう大きな事業があって、そのうちの1つをもうちょっと、閉鎖することになったっていうのが今年の4月だったんですよ。で、事業が2つあったんで、もう1つの事業で、存続というか、やっていこうということで、僕は大きい事業の方から、ちょっと残るチームっていうのが、残ることになったんですね。一時期はね30人ぐらい正社員、いたんですけど、その30人のうちの、10人が辞めさせられ、その時もね、会社都合というか、事業縮小だったので、10人が辞めて20人辞めて残り8人まで減って、で、しばらくやっていこうかっていうなったのが、8月9月ですかね、で、結局のところね、もう全ての事業を廃止して、事務所も閉じようと、いうことになったので、結局のところ来年にはねもう多分事務所はなくなるだろうと言われていたので、あれだな、どの道転職は必須だなっていうタイミングで、9月の12日にですね社長から呼び出されて、退職勧奨というかですね、9月末をもってちょっとやめてほしいと言われて、退職してほしいというふうに言われましてですね、いやちょっと突然すぎるだろうっていう話だったんですけれども、このご時世だとそんなに珍しいことじゃないのかなと思うんですけど、もう契約する段階、雇用契約する段階で、退職金はないという話だったんですけど、突然のね、こともあって、一応退職手当もつけるので、もうこのタイミングでちょっと、仕事もっていうか、社長はね司法書士なわけなので、僕は司法書士ではないんですけれども事務員としてねやってたんですが、最後は8人残って、結論4人残るってなったんですよ。で4人切られたわけなんですけど、その4人残してやっていくのか、もう社長1人でもう、残務処理というかもう全部やっていくのかの2択をね社長ももう、決断を迫られたというか、葛藤があったと思うんですけど、そこまでちょっとこう考えて結論、4人残して、とはいえね、その4人に僕が残ったとしても結局
まあ翌年来年には結局事務所もなくなるから、まあ退職手当も出るんだったら、まあ、このタイミングで辞めるかと、うん、ということで、辞めることになりました。でタイミングよくですね、本当にもうまぐれ中のまぐれだと思うんですけど、その退職勧奨を受けた日のその日か、その日にですね、また別の方からちょっと事務所違うところに来ないかと引き抜きにあったんですよ。もう本当にそんなことあるっていう、たまたまね、ちょっと久しぶりに飲もうぜっていうか、飯行こうぜってなって、昼にじゃあ行きましょうって、言われたんですけど、夕方にじゃあちょっと待ち合わせしようっていう定時が6時半だったんですけど、その退職勧奨を受けたのが5時半だったな。1時間前に仕事が終わる1時間前に退職の勧奨を受けまして、でじゃあもうそのまま次のところ、ちょっと引き抜きというか、まあ、声をかけていただいたところに面接をすることになりまして、でもう9月の29に前のところを辞めて、土日と挟んで10月の2日からですね、今度はちょっと弁護士の事務所に、今転職をしたという感じですね。まあ、厳密に言うと弁護士の事務所にいるというよりかは、弁護士事務所の、まあ、コンサルに当たるのかな、コンサル担当する会社に引き抜きがありまして、で、まあ、そこでちょっと、まあ仕事をしつつ、その、まあ、未経験者の人の、まあ、人材育成というか、派遣会社とは全然違うんですけれども、本当に、事業を、弁護士事務所の事業を伸ばしていくためにどうしたらいいのかとか、そういった会社に今いますという感じですね。こっちの方はどうなのかなっていう話なんですけど、結論はね、また年収としては上がったのかな、また上がりました。条件も良くなったので、まあ、それはそれでいいのかなと。でかつ退職手当も入ったし、そう、退職金の話ちょっとしといた方がいいのかな。一応ですね、退職金って税金がこうかかりますよという話がですね、なんて言ったらいいのかな、退職の税金がこう今後、来年からだったかな、来年から多くなりますよっていうタイミングで、まあ来年からなんでね、今年辞めた分に関してはまた別の、計算方法とかあるんですけど、まあ勤続年数 ×40 万円が、一応その控除対象っていうんですかね、税率かかりませんよと、無税ですよっていう内容だったんです。で俺1年半だから40万しかも引かれないじゃんと思ったんですけど、一応別枠というか、最大ですかね、最低80万円は、控除されますよっていう内容だったので、まあまあ、もろもろ計算するとですね、税金は一切かからないっていう計算だったので、まあ、それはまあ事なきを得たという感じですね。はい、で次のところはですね、まあ、詳しいことはねあんま言えないんですよ。弁護士の事務所って、まあ、そんなにねいっぱいはあるんですけど、取引先の企業が、結構やっぱり大きい企業多くて、まあ、そこに迷惑かかったりとかするとあれなんで、詳しくはやっぱり言えないんですけど、まあ、前よりかはちょっと安定した仕事になるのかなという感じですね。もう10年以上続いている弁護士の事務所なんで、そういう意味ではいいのかなっていう感じですけど、まあ、これをね、またステップアップと捉えて、自分のね職歴というか、今後やりたいことをまたどんどん増やしていけたらなっていう感じですね。はい、ということで、参考になったかどうか分かりませんけれども、僕がね、今年2023年に経験した一部をちょっと皆さんにお話ししました。全然ね、まあ皆さんの身にもねいつか起こりうることかもしれないし、まあ、ちょっとねその辺は、何か気になることあったら
とコメントに書いていただけたらとは思うんですけど、はい、ということでまとまりませんが、今日のところはこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画配信でお会いしましょう。キッシーでした。バイバイ。